はい、皆さんこんにちは、ずかです。今回なんですけど YouTube を始めることになりました。まあ、動画をたくさん上げるんですけど、メインとしては子供が僕2人いるので、上が女の子で、下が男の子なんですけど、その子供を使った、まあ、カットとか、まあ、ヘアアレンジとか何でもいいんですけど、まあ、そういったのをたくさん配信できればいいなと思うんですけど、まあ、それを見てね、参考にしてもらって、お家でね、子供のカットとかもヘアアレンジとかもたくさんしてもらえたらいいなと思うので、まあ、美容師目線でたくさん話しながら動画の方は上げていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。で、今日なんですけど、上の子の、前髪カットですよねを、していこうかなと思うんですけど、まあ必要なものはハサミと櫛、何でもいいです。本当にお家にあるものでいいんですけど、あとはこれ、あ、見える？黒ゴムですね。はい、黒ゴム。黒ゴムはめちゃくちゃ便利なんで、まあカットの時も使えますね。ヘアアレンジも使うし、あとはその前髪カット、今日やる前髪カットでも大活躍しますんで、ぜひその3つをですね用意していただいて、この動画ですねちょっと見ていただいて、お家でね前髪カットしてもらえるといいかなと思いますんで、それでは始めていきましょう。さあ、あと、じゃあこれ特別にお店からもらってきたクロスだからこれします。はい、はい、かわいい。とっても前髪切るんだけど、どれぐらい切ろうか。3回、うん、3センチでしょ。3センチ、うん、結構前髪切るとき、はい、ね、難しいけどちょっと切っていくよ、はい、はい、結構この両サイドがみんな切りやすいから、結構真ん中を中心に切っていくことがおすすめするね。だいたい指に本分くらいかな。このぐらいからまず切っていこうか。よし、じゃあ切っていくよ。結構カメラ見ながら切るのって難しいね。見ちゃう。でも結構、いや、ここ結構切りやすいから、うん、結構ここの、みんなさ、ここ逃がして真ん中から切るじゃないけど、そうするとこっちとこっち合わせるのやっぱ難しいんだよね、子供のカットはね。難しい。で、子供動くしね、特にみーちゃんも動くでしょ、動くでしょ。だから毛束を少しこの辺を外してあげて、あとは全部こう真ん中にこう全部集めてきます、こうやってこんな感じでこんな感じで集めてきます。で、集めて切ります。みーちゃんが、で、切る時も必ず上げすぎないで下げる、下げるね、上げると結構ダウンできちゃうから下げて切りましょう。はい、じゃあまっすぐ向いてください。では切りますよ。はい、はい、切る時も持ったら下げる、下げて、はい、こう切ります。はい、切りました。はい、前見て、どうでしょう、意外にほら見て、集めてこうやって来ただけでも十分綺麗に。ちょっと前見て、みーちゃん前見て、カメラ見て、そうそうそう、ほら見て、どう、みーちゃん綺麗、可愛くない？集めて切って一発で、まあ、これぐらいだから、はい、前カメラ見て、そうそうそう、はい、こっちこっちはい、こっち、ね、でも多少やっぱこの辺ちょっとずれてるよね、うん、ね、だからこれ切ろうか。じゃあ一回ね、目閉じてて、いくよ。はい、おお、はい、見て、もう一回前見て、で、あらかじめこんな感じ、ちょっとあらかじめちょっと下見て、こんな感じで髪の毛を分け取ってあげて、前髪以外のところは止めちゃうと楽かなね、楽だよね。どう、でもさ、ちょっとやっぱ斜めってるから、ちょっといい、前見て、この辺なんか少しね、ちょっと長いから少しもそこも切っていくよ。はい、目つぶって、どうかな、みーちゃん、いい感じ。え、いい感じ。この辺ね、少し残してね、伸ばしていこうね。髪ちょっと薄いからね。これ誰の真似？ん？何が？このおしゃべり。はい、ポーズ。バイバーイ。また見てね。また見てね。バイバーイ。